SEO 対策アルゴリズム、についてですね、あとブログの文字数、文章とかですね、アクセス数、このあたりについて、ご相談いただいてます。この辺ですね、アルゴリズムとかですね、ブログの文字数とか、まあいろいろ細かいところ、確かに文章ありますけれども、まあ、アルゴリズムはどんどん変わっていく。まあ、アルゴリズムというのは Google の検索順位を決めるためのその仕組みですね。これは、はっきり公開されてないんですよね。どういう仕組みか。まあ、何百っていうふうにあるっていう基準があると言われてるんですけれども、まあ、ブログのサイトへの滞在時間とかですね、もちろん文字数だったりとか、情報の独自性とか、まあ、いろんなものがあるんですよね。まあ、文字数もですね、僕が最低、ブログ、日本語でやるのであれば1500文字は、1000文字、できれば1500文字は最低必要かなというふうに思ってます。で、あとアクセス数ですね。文章もですね、その辺もコツがあります。で、海外事業希望の方からですね、起業の仕方について